はい、ということでね、どうもこんにちは、徳島アナです。この動画はですね、ノーカットで、普通に5分、10分とかみたいに、ちょっと軽く練習してる様子を見せるだけの動画なので、作業動画になっちゃうんですけど、官庁みたいな感じで、官庁って缶コーヒー飲んで朝練みたいな感じのやつみたいな感じでやっていこうかなと思います。官庁も官庁でまた別でね、今度撮ろうかなと思ってるんですけど。だから本当に作業系の動画ですね。普通に練習動画、編集してある練習動画みたいのを撮ってやってるんですけど、間で、じゃあ次の動画までに上手くなっときますみたいに言って、で、急にまたね、忘れた頃にちょっと成長してる動画を上げてってやったりとかしてたんですけど、とびとびになっちゃって、一番面白い成長してる途中が取れてない気がするんですよね。だから、この枠を使って、ちょっとずつ練習して上手くなってる様子を見せていけたらなぁと思ってます。だからね、全然もう、なんだろう。だらだら練習していくので、普通に僕がいつも家で一人で練習してる様子を、にカメラをつけてるだけと思ってください。もうこれもノーカットです。どうしようかな。とりあえず10分練習します。ただ単に練習しますので。雑談もしながらね、官庁と違ってちょっと喋りながら練習しようかなとは思うんですけど。そこは差別化します。10分練習していきます。とは言って喋ってる間にもう10、2、1分経ってるんで、残り9分だな。自分のコンボをとりあえず今日は練習していこうかなと思います。これね、成功率をさ、上げるコツみたいなのってありますかね？僕ね、全然ね、成長しないんですよ。技はできるようになったりとかするんですけど、成功率を上げるっていうのが本当にできなくて、いつもつまらないところでミスしちゃうんですよね。それにちょっと困ってる。10回連続成功するまでやめないみたいなとか聞きますけど、あれって終わり来るんですか？ いや、そういう話じゃねえよってね。10回連続成功するまで終わらねえんだよっていう、ことでしょうけど。本当にね、できないんですよ。成功率が上がらなくて。あとね、地味にキャンディレインっつうのを、僕、ここに、このね、こっち、これ、これ苦手なんですよね。これがね、いつまで経っても成長しなくて、割とね、疲るんですよね。ここもね、ちょっとコツをつかめたらなぁと思うんですけど。で、ちょんちょんってやって。で、これもノーカットなんだよな。ちょっとピンセットを取っていこう。やばい。ノーカット動画で一番やっちゃいけないことしちゃったよ。いやー。僕ね、分解したくないんですよ。結構慣れてくるとみんな躊躇なく分解するみたいに聞いたんですけど、リマインドの動画で。いやいや、分解できないです、僕。まだその域じゃないってこと。全然分解できない。余裕でピンセットで抗う。なんならピンセットが近くにないときは手で頑張っちゃう。その時間が無駄なんだよって思うけど。意地みたいなのが出ちゃうんです。あ、いって。そう、今日はこの10分はこのコンボを集中していこう。やばい。本当に成功率上がんないな。ちょっと違うんだよ。ストールウィップはね、もっとね、もっと今みたいに糸が、こっちのね、スラックした糸がさ、
飛んで下がった時にかかるんじゃなくて、飛び切ったところでかかるのがかっこいいんですよ。これが難しいんだよね。うん。飛び切ったところでかける。ここを練習していこう。と、同時にこのキャンディレイン2も。今、良かったのかな？うん。飛び切ったと同時に。あ、ダメダメ。今のダメ。くそ。集中しよう。ここにスカルね、本当に。ちょっと大事にやっていこう。大事に練習しないと、この10分。違うな。今のは落ちた。ダメなんで、ストリングがね、マックス飛び切ったところでかかんないとかっこよくないんです、ストールイップは。多分ね、根元狙わないとダメなんだろうな。分かってるんだけどさ、手に当たっちゃうのが怖くて、なかなかね、根元を狙いづらいんですよ。根元狙うイコール手にね、当たるリスクが上がるんで。結構やっぱね、ヨーヨーって手切れますよね。本当に切れる。もうちょっと、ダメだな。ちょっと待って。今のどうだろう。ダメだね、ここ。うわ、ここもダメ？いや、ここは大丈夫だと思う。違うんで、集中力が切れるのもダメなんだ。ちゃんとね。あー、やっぱ苦手だ。俺やっぱキャンディレイン2練習した方がいいのかな？結構ここ苦手なんですよ。やばい、もう7分経ってるよ！集中しろ！徳島アナ集中してくれ、頼む。あ、今のはどうだろう。動画見ないとわかんねえ。ちょっと後で確認しよう。そうそう、動画撮るの大事ですよ、だから本当に。なんかね、結局自分からだとどうなってるかってわかんないんですよ。だから動画撮って、だから、その、なんだろうな、動画投稿してる人って、ようようすぐ上手くなるって言うんですけど、本当にそれは、単純に、自分のやってる姿を動画撮って、それを客観的に見れるから、上手くなるんだと思います。自分の動画を見て、なんか例えばネットとかの上手い人と比較して、あ、俺ここできてねえじゃんっていうのを、無意識に理解できてるんですよね。なんか、その動画を撮って投稿することによって人と比較するんで、なんか無意識に、なんかそういう自分のね、間違い探しみたいなのが、上手くいくんですよね。だから多分動画撮ってる人ってヨーヨーすぐ上手くなるんだと思います。ヨーヨー上手くなりたかったら上手い人に直接教わるっていうのと、あとね、動画撮りましょう。投稿しなくてもまあまだいいので、自分がせめてその動画をね、動画撮って自分がやってる姿をね見るっていうのが大事だと思います。これは僕あの機械体操を昔やってて、あの機械体操をやってた時に覚えた練習法です。僕その練習法で結構突然ね成長した時期があって、まあもう過去の話なんですけど、はい、すごいね、もう今ねちょっと腰怪我しちゃってね、もう全然あれからやってないですけども、機械体操やってた時もヨーヨーと同じ練習方法ですね。動画を撮って自分で確認してました。って、やばいやばいやばい。会話に集中すんな。お前、ちょっと待って。全然できてねえぞ。ちょっと待って、本当にやばい。あ、ちょっと待って。
うわあと2秒終わっちゃう。まあとりあえず今日の練習時間はこれでおしまいです。もう出かけないといけないので、うわあ、はい、またちまちまね。これだったら毎日できるかな。まあうん、とりあえずこれでやっていきたいと思います。はい、ではありがとうございました。適当なこと言った、毎日できないかもしれない。でも一応ね、僕が練習するときにはこうやってカメラ回そうとは思ってますので、よろしくお願いします。バイバイ。